こんにちは、リスキーです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は昨日行われたワークマンの2024年春夏新作発表会に行ってまいりまして、まあ、その中でちょっとね数が結構あったんですが、個人的にこれは面白そうだなとか、これは良さそうだなって思ったアイテムたちなんですが、まあ、小物類、そしてウェア、ちょっと驚きだったものがあったので、それらをちょっと10個に厳選してご紹介していきたいなと思います。それでは早速行ってみたいと思います。一つ目がこちらの、スプリットトートバッグということで、型番が BBC06 で、価格が2900円税込みのものだったんですが、このバッグの発売日が5月予定っていうことで、まあ、これね、あの普段使いもそうなんですが、ビジネスだったりとか出張とか旅行なんかにいいなと思ったんですよ。ワークマンのマルチポケットトートバッグの進化版っていうようなまあ、印象を受けたんですが、で街が広めで容量はまあ29リットルっていうことで、そこそこのね容量も確保できていて、であのトートバッグ特有の蓋の部分なんですが、まあ、あれってね結構まあ人それぞれだとは思うんですが、ガバッて開くのが、まあ、パッと荷物が取り出せるのがいいんだけどちょっとなっていう部分なんかも解消されていて、まあ、要は蓋の部分がジッパーでこうきちっとねこう締めることができるんですよ。で、まあ、ジッパーなんで、まあ、開けたまんまでね、こう荷物取り出せるように使ったりなんかもできるのかなとも思ったし、で蓋の上部にもジップ付きの軽いポケットなんかがついているので、まあ、なんだろうな、エチケット用品とか、まあ、ティッシュとかね目薬とか、まあ、小物類なんかもね入れておくのにもいいんじゃないかななんて思いました。まあ、基本的に収納がめちゃくちゃはかどりそうだなっていうところで、まあ、外側にもねメッシュのポケットがついていたりとか、内側中の部分にも、まあ、仕切りがあったりとかで、まあ、カラーもねあの使いやすい、まあ、ブラウンだったりとか、まあ、一定のカラーのバリエーションなんかもあったりして、まあ、これはね結構あの個人的にもねちょっとこれは狙ってみようかなと思ったアイテムの一つです。続いてがこちらのジョイントウォレットです。でこれが5月発売予定で、価格が980円税込みになってます。でこれね、まあ、いわゆる財布なんですが、まあ、財布もね個人的にはやっぱ気になるジャンルの一つで、まあ、ワークマンの財布かなりコスパが高いんで、いろいろね使ったりとかしてて、そろそろ新作みたいな感じで、まあ、物色してたんですが、まあ、こちらがねあのその中で言うと、まあ、該当するのかななんて思って手に取ったんですけど、ワークマンのジョイントバックパックっていうのが発売されて、追加オプションっていう感じで、まあ、使える財布なんですが、まあ、財布単体としてもね使えるのかなとは思ってて、まあ、あの特にねジョイントバックパックを持たれてる方とかだと、もうその名の通りジョイントして使うことができるので、バックパックにねこうカラビナ感覚でカチッと引っ掛けて、まあ、使えるので、バックパッカーとかねアウトドアとか、もうほんとこのバックパック一つで出張旅行行くぜみたいな時に、まあ、財布もねこうひとまとめにできるみたいなところはいいのかなとは思うんですが、まあ一応財布なんでね、まあ、この辺はちょっとまあ人それぞれあるかなとは思うんですけど、個人的な使い方でこれはいいなって思ったのをひらめいたんですけど、これねジョイントバックパック用についているこの、まあ、フックのところにあの鍵ですね、車の鍵とかを引っ掛けて使うと、もうキーケースと財布を一緒にできるんじゃないかななんて思ってて、でねこれまあ中開けると、お札もね折らずに入れたりとか、まあ、カード類も収納できるし、まあ、とにかくね薄くて軽いっていうのが本当使い勝手良さそうだなと思って、で小銭に関して言うと、これ、まあ、ジップ付きのポケットっていうのがついてるんですが、このジップ付きポケットっていうのが幅がねかなり広めにこう開閉できるようなジップになっていて、まあ、小銭に入れると結構じゃらつくかなっていうのはあったんですけど、まあ、軽いコインとかですかね、まあ、500円玉1枚もちょっと缶ジュース用とかに入れとこうとか、まあ、そういった感じで使うこともできるのかななんて思ってて、まあ、使い方は本当人それぞれっていう感じで、結構何入れようかなみたいな、小物鍵とか家の鍵とか入れておこうかなとかっていうような感じで、まあ、マルチというか人それぞれねこう自分のスタイルに合わせた、まあ、収納なんかもできるのかなと思ってて、結構これね面白いなと思ったんですよ。
まあ、ジョイントのところね、まあ、車の鍵もないしいらないよっていう場合は最悪外せばいいのかなとも思ってて、まあ、この辺のね財布なんかもね個人的にはね今回これちょっといいなって思ったアイテムの、まあ、2つ目でした。で続いてがこちらのコーデュラのランドセルなんですよ。この辺本格参入するのっていうところの一つだったんですが、ワークマンキッズっていうラインを本格的に始動するみたいで、まあ、要は子供服をねがっつりやっていくっぽいんですけど、その中の、まあ、一つって言っていいのかな、ちょっとね展示されてるのを見て何これってなってちょっとね見てたんですが、まあ、いわゆるランドセルなんですが、これ素材がコーデュラになっていて、まあ、耐久性が高いっていうところと価格がね8000円前後ぐらいだったかな、まずが割と自由にランドセルも使えるっていうところと、まあ、正直ね自分も子供がいてランドセル買うってなった時に当時ね結構やっぱいい値段するんですよね。でそういうところも含めてこの辺もね随時情報が公開されていくのかなとは思ってて、まあ来年のねランドセルをこう探されてる方とかだとちょっとねワークマンのところに行ってみてチェックされるのもいいんじゃないかななんて思いました。これはね結構面白ネタというか、こんなの出るんだっていうのでかなりねちょっと自分的にはおって思ったアイテムの一つです。続いてがこちらのディズニーとのコラボキャップ類なんですが、カジュアルキャップの方が、フリーサイズになっていて55センチから60センチ で品番は15694で価格が980円税込みです。であとこれキャップタイプともう一つハットタイプっていうのがあって、まあ、これがねパッと目を引いたというか、まあ、キャップ類もね結構好きなんでどんなんあるかなと思って見てたんですが、まあ、柄がねパッとこうやっぱ目を引くっていうところもあって、おこれなんだと思って見たらディズニーとのコラボでモンスターズインクだったりとかキャラクターたちが散りばめられた柄のハットで、これが結構可愛かったんですよ。キャップなんかも、フロントのところにワンポイントのロゴがついていて、まあ、大人でもね子供でも使えるような感じで、ディズニーが好きな方とかだと本当ねこの辺のカジュアルであんまり主張もないキャップなんかはすごくおすすめなんじゃないかなって思ったアイテムの一つでした。続いてがこちらの長持ちフェイスタオルです。で価格が399円税込みです。でこちらもね完全新作っていうことで、清潔フェイスタオルとかもっちりだったかなっていうフェイスタオルがこうねレジ横とかに置いてたと思うんですが、あれにさらにねこう長持ちタイプのものが追加されるっていうことで、でこのタオルっていうのが結構コスパ高いんですが、アマゾンでめちゃめちゃ評判のいい、まあ、自分も愛用しているタオル研究所っていうところの、まあ、タオルがあるんですが、あそこの、まあ、言ったら OEM みたいな感じで、まあ、物自体はね、まあ、自分も実際こう触ってきたんですがかなりね近い感じが、まあ、近いっていうかもうほぼ同じなんですけど、質感はねもう上々でより長持ちするフェイスタオルっていうことで、タオル研究所のタオル使ってるんですが、もう1年2年使っててもうバスタオルがね全然まだ使えるぐらいの毛の立ち方というかしっかりしてるんですよね。でそれが、まあ、399円で、まあ、フェイスタオル1個買えるってめちゃめちゃ熱いやんと思って、生活の必須品っていうところもあるとは思うんですが、まあ、それがねできるだけ価格が安くでかつ長持ちするっていうところが個人的にはすごい好印象なアイテムの一つでした。続いてがこちらのサウナ5点セットです。でこれが5月発売予定のもので価格が1780円税込みになっています。でこれサウナに通う時にあると便利な5点セットみたいな感じで売られていて、で何が入ってるかっていうと、まあ、サウナに通う時に荷物を入れるためのトートバッグと、あとはサウナハットで、そしてタオルで、巾着にサウナマットっていうことで、まあ、この5つがセットになっていて1780円ってめっちゃ安いやんとも思ったんですが、まあサウナをねこう利用されてる方とか、これからちょっとねサウナなんかもやってみようかななんて思っている人とかだと結構ね入りやすいというか、価格的にもね最初にこう一気にこう荷物ね集めてで失敗したりとかで続かなかったりっていうことを考えると、最初にねこう手に取るアイテムの一つとしてはすごく入りやすさもあっていいのかななんて思いました。続いてはこちらのなんと釣り竿とリールがセットになった初心者向けのタックルが発売されるそうです。これね正直今回ワークマン行った中でもうめちゃくちゃ個人的に一番
って思ったアイテムです。で、2年前にワークマンが本格的な、まあ、釣りウェアを出したとか、まあ、そもそもあの釣りに行く時にワークマンのウェアを使ってるっていう人も多いとは思うんですよ。で、まあ、その中であのこれはねまさかのまさかじゃないかなと思ってて、本物のギアの方に本格参入するのかなっていう印象を受けたものだったんですが、釣り具屋さんに行くとあの店頭とかで置いてるあの格安のちょい投げセットみたいな印象なのかなと思ってて、もう本格的でコスパが高いみたいな、まあ、ワークマンならではの釣り具なのかどうかっていうのはまだちょっとね実際に使ってないから何とも言えないんですが、あのひょっとしたらねあのキャンプのような感じであの釣り具関係のギアなんかもあのいろいろ出てくるんじゃないかなと思ってて、カタログ見てるとあのちょいちょいねあの釣りで使うフィッシュグリップって言って魚を挟むクリップなんかがこうね今回の新しいカタログに載ってたりとかしてて、あのもうリールとね竿だけじゃなくてそういったねあのアクセサリーというかグッズなんかもね今後出てくるんじゃないかと思ったものなんですよ。で、まあ、肝心なね釣り具の仕様っていうところで言うとあの担当の方にねちょっと聞いたらまだあの開発段階というか正式にいつ発売とか価格がいくらとかっていうのもまだ決まってないみたいで、まあ、これからね随時情報をこう出していくみたいなことは言われてたんですが、個人的に気になったんで聞いてみたんですけど、某釣り具メーカーの OEM かどうかっていうところに関してはそうではなくワークマン独自の、まあ、製品というところでした。キャンプとかをするときにちょっとねこう川とかで釣りをするみたいな感じで使ってほしいようなイメージなのかなっていうのを話してて思ったんですが、まあ、ちょっとね軽くこうサビキ釣りとかを海でするぐらいもできるんじゃないかなっていう感じはあったので、まあ、この辺もねちょっと発売とか、まあ、情報が出てきたら個人的にはねチェックしてみたいなと思ったアイテムの一つでした。続いてがこちらのフラッシュライトレインスーツで、型番が W8520 で価格が5800円税込みで、こちらが3月発売予定ということで、もう近々順次こうお店には並ぶんじゃないかなっていうふうにあの担当の方が言われてたものだったんですが、あのまあいわゆるレインスーツでもうイナレムとかねその辺のやつとか他のものもたくさんあったんですが、まあ、個人的にはねこれが今回ちょっと気になったっていうところで、自分的にはアウトドアでめちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってて、特に自分は本当釣りとかキャンプなんですが、あのね朝早いんですよ現地に着くのが。で暗くて道具のね準備する時とかに別でこうライトを使うんですが、これレインスーツ1個持ってけばフラッシュライトがこのフードのところに内蔵されてるんですよ。使い方もねめちゃくちゃ手軽で、カチッとスイッチを押すだけで頭のところからこうライトが照らされるんで、すごくねあの手元なんかの作業もしやすいし、まあ、手ぶらで使えるしっていうところで、これかなりいいやんって思ったものだったんですよ。で、あのカラーもね、黄色とブラックとグリーンというかカーキの3つがあって、カーキがね結構自分的にはかっこいいなと思って、ライトの部分に関してもあのバッテリーか電池か選べるんですよ。で電池が単三電池2本だったかな。でそれを、カチッとねこうつけて胸のポケットに入れるんですが、そのねバッテリーも結構小型で邪魔にならないし、まあ、乾電池使うとねいろいろ邪魔くさいわっていう場合はあのモバイルバッテリーもね使えるんですよ。でこれ USB になっているんで、ここのね電池の部分を付け替えて、まあ、モバイルバッテリーを差し込めばあのそのまんまねあの使えるっていうところで、でどちらか選べるっていうところもねすごくいいなとも思ったし、で頭のねライトだけだとちょっと物足りないっていう時はこの胸ポケットのところにスマホがね収納できるぐらいのちょうどいい感じのサイズ感になっていて、でここでねスマホライトを起動させて、まあ、両方でねこう照らしたりっていうこともできるし、あのすごくねあのレインスーツっていう風に見るよりは自分的にはあのアウトドア用の便利スーツみたいな感じでちょっと捉えたんですが、すごくねこれ面白いなと思って、これはねちょっとゲットしたいなと思ったアイテムなんですよ。で最後がこちらのあれこれまとまるスラットポーチです。でこちらの型番が65122で価格が1780円税込みで、この商品に関しては新商品ではないんですよ。もう売られているものだったんですが、たまたまこのねあの
新作発表会に行った時にディスプレイされてるのを見てもう目にめっちゃ飛び込んできたものだったんですよ。お店で一回も見たことなかったんですよ。でこんなん売ってんのって思って、新商品でもなくて何なんって思ったら、なんかワークマン女子で、しかも一部の店舗にしかちょっとしか置いてないらしいんですよ。まあそらちょっとね目につかんわっていうところで、まあ自分のね行くところではねなかなか置いてなかったっていうのもあって、まあ知ってるっていう人はもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、まあ個人的にはガジェットポーチっていう役割だったりとか、あとはまあなんか旅行に行くとか出張に行く時のアメニティグッズだったりとか、まあ普段持ち歩くようなものなんかを入れておくのにすごく良さそうだなと思ったアイテムでした。でもう空張りできたらカーキとかグレーとか黒を本当に追加してほしい。一応オンラインストアで近くの店舗にこれあるかどうかっていうのは調べることができるんで、まあ良ければねそういった機能を使ってみて、まあ気になるっていう方はね良ければチェックしてみてください。で自分は近くではないんですが店舗で取り扱いがあるところを見つけたんで、ちょっとね買いに行ってみようかななんて思ってます。でまあまたね今回ねご紹介させてもらったものだったりとか、まあさっきのポーチだったりとか、また新たにちょっと購入したらまたね詳しく動画でご紹介していきたいなと思います。はい、というわけで今回は昨日開催されていたワークマンの2024年新作発表会にちょっと行ってきたので、その中でね特に自分が気になったっていうものを10個ちょっと厳選してご紹介させてもらいました。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。